よ、再び来ちゃったぞ。なんと、前回あのような形でお帰り願ったというのに。あらあら、まあまあ。よはあの程度のことではへこたれんぞ。そうでなければ将軍などやってられんからな。おお、さすが、かっこいい。しかし、何故またこちらに。前回都までの旅で死ぬほど眠ったゆえ、体は回復したんじゃがな、ただ一つ心残りがあったのじゃ。心残りとは。ずんだ餅じゃ。ずんだ。せっかく奥州くんだりまで来たというのに、名物のずんだを食べ損ねたこと。これがあまりに口惜しくての。一応都にもそれっぽいのを出すところもあるんじゃが、やはりまずは本場を食べねばならぬじゃろう。奥州が誇りし禁忌の果実は門外不出。当地にのみ許された至極なり。その春の芽吹きがごとき新緑は、一口はめば桃源郷への戸を開き。絶対こっちのずんだ餅の方が美味しいです。川平子、前うちしおの夢を。人に甘い。人にのお襟をかわした。剣豪に一度見た技が通じると思ってか。さすがでございます。というか、将軍にいきなりお襟を打つとかどうかしてるじゃろ。何故そのような暴虐がまかり通るんじゃ。これについては将軍様のおっしゃる通りな気がするぞ。人に恐れながら、辰巳様、和葉様のことです。本日もしれっと抜け出してきたに違いありませぬ。なあ、それはまあ、そっかもしれぬな。さあ、次は共にお家流を放ちましょう。辰巳様の黒煙を裁きながら我が蝶をかわすことは、いかに和葉様といえど難しいはず。本気で世を攻略しようとするのはやめてくれぬか。しかしながら、都の祭りごとを我らの不始末で滞らせるわけにもいきませぬ。であれば案ずるでない。今回世はきっちりありとあらゆる政務を終わらせ、近場の山に救っていた鬼やら賊やらすべて始末し、世不在の間の問題が起きる目はすべて摘み、優にも行き先を告げてやってきておる。おー、なんと、そこまでしてお食べになりたかったのですか。うむ、主様が奥羽のずんだはマジでうまい、うますぎると断るごとに言っていてな、羨ましいやら共通の話題で話せなくて歯がゆいやらでたまらんのじゃ。そういうことならおすすめをすぐ持ってくるぞ。少しお待ちください。愚生はお茶を入れてまいりますね。うむ、かたじけない。やっぱり世が入れるぞ。堅苦しいもてなしとかいらんからな。愚生の入れたお茶は飲めぬと。どうしてそうなるんじゃ。そんなこと全く思っておらんぞ。いや、一瞬やっぱり眠らされて強制送還されると思わなかったわけではないが。将軍ともあろう方に茶を振る舞われるなどという法悦、愚生のような身に許されるわけが。もしや今までのぶしつけな対応に対して何かの罰をお与えに。雑巾の絞り汁を混ぜたりなさるとか。奥州の者らは個性豊かじゃの。待たせてすまぬ。なるべく出来たてをお願いしていたら思ったよりかかってしまった。辰巳様、よくお戻りに。これ以上和葉様にもてなされては、愚生足腰が立たなくなるところでございました。どういうこと。いや、別にやらしいことは何もしておらぬぞ。ところで辰巳よ、手に持っている桶がずんだよな。いかにも、かぐわしき禁断の果実がここに。であれば背中の竹かごはなんじゃ。そんなもの行きは持っておらなんだろう。こちらもまたずんだ餅で。多くないか。それが意外とずんだ餅というのはスルッといけちゃうのでございます。
そうなのか。餅はどちらかというと腹にたまる印象があったが。ずんだ餅ならいくらでもいけちゃうのです。さあ、ぜひ。では。これはうまい。豆をすりつぶしたあんと聞いて不思議に思っておったが、なるほど、風味もよく鼻から抜ける感じがたまらぬな。まさしく、それこそがずんだの魅力です。それでこっちのずんだはちょっと豆が粗めで食感が独特で、ほうほう、こっちはお餅の方に特に力を入れていて、ほうほう、それでこっちはずんだぜんざいみたいな感じで食べやすさを、ほうほう、そしてこちらはずんだあんを餅の中に練り込んでいて、すまぬ辰巳よ、ちょっと限界かも。でもまだまだ食べてほしいずんだ餅がこんなにあるのに。なんと純粋なまなこか。断れぬ。やっぱりまだいける、いけるぞ。さすが将軍様。次のこちらは城下でも一番大きなずんだ餅で。その大きさのは、いや食べてやろうぞ。足利将軍の名にかけて。なんという食べっぷり、さすがの一言です。世にかかればこれしき、たやすいことぞ。がく、あれ、どうなされたのですか将軍様。さすが辰巳様、愚勢など足元にも及ばぬ限界を超えてずんだを食らわせ人を殺めるという天然殺傷能力、お見それいたしました。まあなんというか、十分すぎるくらいに世も英気を養えたぞ。それは何より。辰巳にあげはよ、引き続き日の本を守るため力を合わせていこうぞ。はい、我らの戦いはこれからです。行きましょう。一度言ってみたかったセリフです。おお。ゆいと北王子ゆきの戦国恋姫ラジオの陣。こんばんは、伊達辰巳政宗役の榊原ゆいです。こんばんは、佐竹あげは吉重役の北王子ゆきです。はい、戦国恋姫ラジオの陣第12回最終回です。来月も収録来ちゃうかな、ここ来ちゃいます。勝手に来て誰もいなくて寂しくない、寂しい、余計に寂しい。最終回なんだよね。12回、まあ1年というか続けてきましたが、1年経ったんですね、ね、早いよね。はあ、1年前の番組が始まった時のことを覚えていますかって書いてある、はい、私、聞き直してきたんですよ、第1回を。もうなんかいやうふじゃない。すごい、本当に、私に対して仕事しろ。自分で自分の反省始まった。すごい、なんか本当にどこを読めばみたいな、台本通り読まなきゃみたいな気持ちがもう全面に出ていて、段取りをね、なんか段取りも守んなきゃいけないし、でお話してほしいから、そのどこに間にこう自分が入ったら邪魔になっちゃうみたいな気持ちがすごいその時はあって、だって多分最初の相槌もしてなかったよね。なんかずっと聞いて、頑張って、はい、みたいな。ゆき
ちゃんいる大丈夫みたいなめっちゃ動いてましたその分存在いるみたいなラジオだしみたいなねめっちゃなんか無駄に動いてごまかしてましたね、うん、反省しておりますいやいやいやまあでもねそっから1年経って、はい、ねいろいろ突っ込まれるぐらいね皆さんゲストさんにね突っ込まれるぐらい成長してねありがたい、ね、本当に、はあ、バラエティも学びいろいろねなんか成長したねそうですねそうだよねいやというわけでね、はい、うちらの距離はもうねこれ1年縮まりましたからね、はい、縮まりました縮まりましたからねはいハートハートということで見えないからラジオでやってもそれさあそして最終回の先行ラジオもゲストさんをお迎えしてます、はい、ゲストは足利和葉をしてる役の春香空さんですということで再び第4回目からね、はいはい以来ということで2度目の登場でございますはい今回もエンディングでプレゼントのお知らせがありますのでぜひ最後までお聞きくださいでは始めていきましょう榊原由衣と北王子由紀の戦国恋姫ラジオの陣いざ出陣ですはい改めまして榊原由衣です北王子由紀ですでは早速ゲストさんに登場していただきましょう、はい、ゲストはこの方ですどうぞこんばんは足利和葉をしてる役の春香空ですイエイ2回目はいありがとうございます最終回ありがとうございます、ね、最終回だね最終回のゲストやっぱ、はいそらちゃん来るねなんだろう多分ね、はいうん、スタッフさんが手応えを感じたんだろう何に対する手応えですかね第4回をね、やってね手応えを感じたんでしょなるほどなるほど特にゆきちゃんあたりのねなるほどなるほどあたりのいじりがねなるほどなるほどみんなうなずいてますねこれ伝説の納得の最終ゲストあお邪魔しますいらっしゃいということで、うんまあ、前回カズハのいろいろ演技だったりとか、うんはい、キャラのこととかいろいろ聞きましたけど、はい、真面目にお話しました、うん、まあ真面目に話したか、うん、そうだよ真面目に話した、はいうん、そうかどうやって作ってるのキャラクターをっていうね、はい、声優での部分だったりとか、うんはい、今回は何話すのこれっていうね、うん、どういうこと今回は真面目じゃなくていいのまあ、っていうことなのかな、ね、ブレーコーなんじゃないですか、ね、最終回だしねそうだよね、うんうんうん、メールもいっぱい来てるしねそう今回いっぱいすごいいっぱいいただいてます、ね、皆さんからの愛を、うんね、いただけますということで、うんはい、じゃあメール読んでいきますか、はいねはいラジオネームパンダマンさんからいただきました、はい、榊原由衣さん北尾地由紀さんこんばんはこんばんは、 こんばんは今回が最終回ということで、うん、初めて戦恋ラジオに投稿させていただきました最後にね私は太平洋を越えた海外に住んでいるので、うん、ラジオが始まる時間はちょうど朝なのですが、うん、いつもワクワクしながら聞いていました、うんうん、序盤のユーモアたっぷりのミニドラマゲストとの対談ゲームに関する裏話そして毎回なぜか罰ゲームの電気ショックが強まっている感じがするクイズコーナーなどお二人の息の合ったコンビネーションでたくさん笑わせていただき、うん、本当に楽しませてもらいました、うん、最終回と聞いて寂しい気持ちもありますがいつかまた復活する日が来ると信じています、うん、その時はぜひまたお二人のパーソナリティで戦恋ラジオを聞けたら嬉しいです、うん、ひとまずお疲れ様ですそしてこれまで本当にありがとうございましたすごいやっぱ海外から行けるからね YouTube アップされたら ね、うん、ね嬉しいよね嬉しいですね朝からこの濃いラジオ、ね、だいぶ濃い大丈夫かな朝のテンション元気になってくれてたらいいな、うん、みたいなあ、うん、そっか、うん、海外、うん、嬉しい嬉しいよねなんか実感ないけどね、うん、あんまりねやっぱ日本にいるとじゃあ海外の人にどんだけ聞いてくれてるとか、うん、遊んでくれてるって、はい、なんとなくね、うんうん、言ってくれないと実感あんまりね、うん、わかないから投稿してくれて、うん、ありがとうだね嬉しいありがとうございます、うんうん、嬉しい海を越えて聞いてくれてるの ね、 ねいやこういうメールが来ると復活の日も近いかもしれないよねおい復活お願いします復活お願いしますお願いしますもう最終回だけどもう復活のことを願いながら ね、 そうね
いやありがたい、ありがとうございました。うん、はい、じゃあ行きましょう。はい、ハヒッチャさんからいただきました。ハヒッチャさん、うん、はい、約1年くらい前に先恋 X をプレイし始め、その半月後には先恋オンラインの存在を知ってプレイスタート、うん、EX はコンプリート発売を機にプレイ、そして今ブレイブを楽しくプレイしています。うん、ラジオは半年くらい前に知って、アーカイブも全部見て、今では月1のラジオ放送が楽しみでした。今回が最終回ということですが、いつか再会することを夢見て応援しています。ほら、だから知ったタイミングもあるじゃん。うん、そうだよね、そうだよ、そうですね。うわうわもぞ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 絶対ラジオに伝わらないもぞもぞしている、伝わらないもぞもぞしてしまいました。確かに、うん、第1回から分かって聞いてる人もいるけど、うん、途中からね、そうだね、知った人もいるからね、うん、まあ、でもアーカイブ残ってるのはすごいありがたい ね、うん、CD も出てるしね、CD は CD だけのコンテンツがありますからね、うん、ありますから、うん、頑張ってますから私、うん、体張ってますから、ね、ラジオなっつってんの、ね、体とね心を張ってる、なるほどね特にゆきちゃんがなるほど、ぜひよかったら、ね、お願いします CD の方もアーカイブも聞きつつ、 CD の方もね、うん、確かに、でも、うん、嬉しいね、いろいろやってくれてて、もう、はいね、X から始まり、うん、ずっとずっとで、ブレイブね、新作もね、ね、はい、うん、ありがたい、ぜひぜひプレイしてください、うん、どん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 、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、まだまだご紹介したいと思います。はい、うんうん、ラジオネームちぬのすけさんからいただきました、うん、ありがとうございます。坂木原ゆい殿、北王子ゆき殿、そして、うん、我らが久保様、遥か空殿、チャローでございます。チャローでございます、うん、チャローでございます、うん、この便りが読まれているということは、第3回に引き続き、うん、拙者の便りが読まれていること、感動にございます。おして、はい、この度文を送らせていただいたのは、毎月楽しみに聞かせていただいた戦国恋姫ラジオの陣が最終回と聞いて、誠に悲しくはありますが、拙者は何事にもいつかは終わりが来るものと思い噛みしめております。うん、そこで皆様におかれましては、今後の戦国恋姫にてしたいことなどありますでしょうか。拙者といたしましては、どこぞの久保様が神田で日本酒を楽しむ会という宴を開いていたりしたので、久保様じゃないですね、ファンと楽しむイベントのなんか混ざってるファンと楽しむイベントの開催をしてほしいと平に願っておりますぞ、とのことです。なるほどですね、そのこのラジオでの何か、うん、イベント？イベント？でもね、なん、みんなの前には出られないもんね。私出たことないです。そうね。だから、何するかと言われたのね。うん、生のイベントは結構憧れがあります。うん、じゃあ蝶々のさ、あのお面なんかこうつけたらバタフライそうマスカレみたいな、バタフ、まあ、マスカレ怪しい、こういうあれですけど仮面武道会みたいなお店のあれだね、怪しいお店のやつだね。でもすごい似合うと思う。あ、嬉しい、うんうんうん、はい、うれしいですね。褒めてますか、うん、褒めてますか。あ、褒めて褒めてるわ。あ、まあ、役もね、うん、そうですね、そ、ね、うん、そうですね、なんかちょっと見てみたいです、見てみたい、ね、キャラに寄せたなんか格好して出たいですね、うんうん、そうだね。これこの番組生放送はないね、ない、あ、生放送ならワンちゃんなんか、うん、復活っていうか、そのレギュラー放送じゃなくても、うん、なんかの記念イベントとかの時に、うん、なんかちょっと1回だけ復活とかね、なんかそういうのもね、イベント的にね、うん、やれたら嬉しいよね。楽しそう、蝶々、うんうん、の仮面つけて、蝶々の仮面つけて私じゃあかなんかかぶる、かぶとでもかぶる、あーかわいい、ね、隙がついた、あ、眼帯する、あ、いいね、え、待って、台本読めない、台本読むの辛くなる、眼帯は辛いね、ただでさえ若干老眼気味なのちょっとやめて、ちょっとやめて、眼帯に老眼かけてたらやばい、やばもうどっちかにしなさい目の情報量がもうややこしいことになっちゃう、それで兜つけたらもう最悪だよね、確かに何も見えんね、情報がちょっとあるな、首痛くなっちゃいますね、うん、そうだね、なんかありませんか、ありませんか、そういうことなんかね、そういう時にゲストさんとかね、そら、うん、ちゃんとかね、なんかね、うん、なんかの形でね、うんうんうん、何かをかぶってね何かをかぶって、何かをかぶって、何かをかぶればいいかな、何かをかぶって、カズハなんだろう、かぶるもの、ハチマキはね、知ってるから、目に、はい、
目隠しみたいな目隠しなんかあのなんかあるんでニュースとかで出てくる黒いやつ、黒いやつ大丈夫ですかなんか怪しいイベントになっちゃいません？確かにね、蝶々の仮面と蝶々の仮面と眼帯に老眼鏡とやばい、鉢巻き目隠しとやべえやつだなって集まりちゃう肌のいいかも、ね、まあでもなんかね復活できたらいいよね、いいですね、はい、レギュラーじゃなくてもできたらいいなと思います、うん、じゃあもう一ついきましょう、はい、ラジオネーム C さんからいただきました、はい、榊原由衣さん、北尾樹さん、はるかそらさん、こんばんは。こんばんは、今回が最終回ですごく寂しいです、うん、でもこの1年間本当に楽しかったです。先行ラジオは毎月の楽しみになっていて毎回楽しみにしています、うん、ところで、うんうん、今回はそらさんがまたゲストに来ていますか、はい、前回ゆきさんがバラエティが分かってないとおっしゃってましたがあの時から8ヶ月経ち、はい、個人的にはゆきさんがすごく成長していて、うん、ビリビリの悲鳴もとても可愛くて、うん、毎回楽しんでいました、うん、これは立派なバラエティタレントになったと思います。なるほどね。お二人さんは、うん、今のゆきさんはバラエティが分かっていると思いますかっていうことね、うん、成長をね、うん、見てきたね、見届けてきたわけですけども、うんうんうん、よかったね、悲鳴かわいいって、うん、ビリビリの悲鳴かわいいって、うん、助かってるってことですよね、助かってるね、そう、助かってるんだよ、みんなが、うん、まあ、助かってるならまあ腑に落ちてね、腑には落ちてない、必死なんですごく個人的にはすごく成長していてってことなのかな。リスナーの嬉しい、ね、方々には成長感じられている、うん、いや相方のゆいにゃんが どう見ていて思っているのか聞いてみたいです、ね、やっぱでも、うん、私は、はい、あのやっぱそらちゃんが来て、うん、あの踊らされたねダンスをね、うん、ラジオ関係ないところで、ね、あのもうねあのこのね、はいうん、踊らされたあそこら辺からなんか吹っ切れた気がするでしょ吹っ切れるきっかけをくれた気がする あそこからだったんですか、うん、あそこまでやっぱ、うん緊張だったりとか、うんうん、なんかちょっとねこう気をこう張ってみたいな感じのなんかところはやっぱね、うん、なかなか経験もあれだと思うしっていうところもあったけど、うん、多分ね、うん、あれやってから吹っ切れた気がする。なるほど、ラジオはこれ、うん、こういうものなんだとなんかよく分かんない方向に行ったそう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 なんかもうここまでやっちゃったんだといっかみたいな感じを、うん、なんか吹っ切れた気するよ4回から。でも、うん、確かに、うん、言われてみれば、うん、そのあたりからようやくこう、うん、なんか緊張よりも、うん、これしてみよう、あれしてみようみたいな、うん、方になったかもしれないです、うん、だってマイクから離れて踊らされるんだからね。確かにね、ラジオではありえないよね。もうさ、多分そこやっちゃったからまあいいか、喋んなくてもいいんだなみたいな、喋、うん、んなきゃダメですけど喋ってね、なんかそっからね、うんうん、もういいんだみたいなね、うん、でもさ、なんかさ、うん、2人は、はい、あのラジオ終わった後によくお茶に行っているとかいう話を聞いたりとかしていたので、うん、そうだね、うん、でもなんか結局、うん、第1回がうちら2人だったんだけど、うんうん、それ以降ゲストさんがね、うんうん、ずっと来てたから、うん、そうなんですよね、ゲストさん踏まえてお茶行ったりとかね、うんうんうん、それこそね一緒に行ったしね、一緒に行った ね、うんうん、だからなんかそういう機会がね、うん、スケジュール的にね後ろが大丈夫だったらね、うんうん、やっぱね行きたくなるもんね。それはいい現場だよね、うん、行かない人たちもいるじゃん、うんうん、そうまあ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 ね、まあね、あるんですよ ね、 あのこのなんかすごいなんかあのディレクターの佐野さんがそれを言ってはみたいな感じになってまあ最終回だから、そうそう、でもありますから ね、 ね、実際あるよね、だからなかなかね、うん、やっぱなんかでも戦国恋姫っていうコンテンツ、はい、ゲームが、うん、なんかこのやっぱ長年やってるから、うん、なんかそのやっぱりいろんな人来るじゃん、うんうん、最近めな、ね、声優さんも来るし、うん、先輩も、ね、ずっと ね長年やってる方も来るし、うんうん、なんか親睦深める感覚がなんかみんながちゃんとあるから、うん、確かにやっと会えたみたいな、そうそうそう久々とかね、うん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 、すごいその、うん、なんかやっぱり会わない、うん、会えないので、うん、収録はね、うんうんうん、私その作品の歴史も長いからやっぱ皆さんそれぞれ思い入れが結構強いなってお話聞いててすごい思うので、うんうん、そういう意味ではなんか戦国恋姫ならではなのかなと思う、うん、そうだね、この形でのゲストさんとの交流っていうのがね、うん、そうだね、うんうん、だって初めましての人結構多かったもんね、ゆきちゃんもね、いっぱいいました、うんうん、でも楽しかった、ね、めっちゃ思いを馳せてる上にまあだから成長はしてるんじゃないですか、うん、なるほど、これは
バラエティー、まあ、うん、ね、今後のコーナーとかそうですね、いろいろもあるし、はい、やばい、ハードルが上がった、ハードルが上がった、やばいやばいやばい、集大成をね、本当ですね、集大成を、はい、楽しみだな楽しみだな、いや楽しみだな、うん、まあそんなこんなでメール紹介していきましたが、うん、はい、いいですかね、はい、はい、これまでたくさんのメッセージ本当にありがとうございました。坂木原由衣と北大路由紀の戦国恋姫ラジオの陣、ここからはこちらのコーナーをお届けします。辰巳通訳チャレンジ。はい、私が演じている辰巳ちゃんは通訳が必要なほど中二病全開な言葉遣いをするキャラです。そこでこのコーナーではラジオの相方であるゆきちゃん、そしてゲストのそらちゃんにも、はい、辰巳のセリフが通訳できるかチャレンジしてもらいます。はい、最終回、はい、うん、もちろんこのコーナーも最後です。あ、はい、最後の通訳お願いします。ということで、はい、そらちゃんは中二病をこじらせている時期はありましたか？どうぞ素直に中二病っていうのが、はい、その何なのかっていう定義が講義じゃないですか。そうだね、うん、範囲がわからないけどね。そうそうそう、なんか包帯とか眼帯とかが好きでとかね、っていうのとかもあれば、うんうん、なんかちょっと難しい言葉を使いたがるとか、あ、そう、ね、なんかそれこそアニメやゲームにめっちゃ傾倒しているとか、うん、いろいろあると思うんですけど、うん、どの辺までを中二病って言ったらいいのかな。でも今お話しされた範囲は全部、うん、あ、含まれる、含まれると。あ、なるほど。好きな、うん、好きなものがなんかちょっとね、うんうん、グロめなものだったりとか、そういうのもあるかもしれないし、読んでる本が、あ、そうね、急に難しい本を読み始めたりとか、うん、なるほど、あ、なるほど、ろうそくで過ごしたりとかそれちょっとおしゃれじゃないですか。ちょっとおしゃれか、アロマキャンドルとかじゃなくてろうそくみたいな。ろうそく、そうそうそうなるほどね、うん、なんかないの、なんかつけるとか、なんか経験は、まあ、なんか、うん、あのちょっとした怪我を大げさに、うん、あのしたがる癖はありましたよね、で子供の頃、子供の頃、うん、大して目も悪くないのに、うん、すごい目が悪くなったって言って、メガネかけ出して、うん、実際今めっちゃ悪くなったっていう、あの時かけなきゃよかったなみたいなこととか、まあ、なんかね、はい、突き指、ドッジボールしてさ、突き指して、はい、すっごい痛ってなって、うん、まあ実際痛いんだけど、うん、まあ、なんかね、あの大げさに、はい、もう治ってるのに湿布貼って、なんかここに包帯巻いてみたりとか、それ結構れな、なかなかなんじゃないですか。素質は、意外と素質は今の手の構え方の手の構えがね、湿布貼って包帯巻いて、手の構えがね、あと左腕にね、黒竜を飼ってるみたいなね、うん、なんかそういうのはあったかもしれない、あの自分の中の意識でね。そう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 、なんかあの自分はあると、自分は比叡の妹なんかかもしれないみたいな。あ、そっちかなるほど、悠々的なね、悠々的なのがあったかもしれないなっていう感じですね。あ、でも素質的には、うん、もしかニヤニヤしてる、にっこり嬉しそう、嬉しい、なかなかいないんですよ、うん、え、多分、うん、そらちゃんにそれを感じたことちょっと嬉しいんじゃない。嬉しいです。えあとほら、あとほら、なんだあのさ、あの朱雀七星子の巫女かもしれないなみたいな、覚えますよね、思うよ、自分がね、そう、そっかそっか、そう、設定系だ、うん、設定系中二病もあるね、漢字書けるようになりますよね、朱雀とか青龍とか、まあまあね、覚えますなるんですよ、ね、あ、意外とじゃあいけるかも、辰巳チャレンジ、なるほど、いけますね、心強い、はい、よし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 、頑張るぞよっしゃ、行ってみましょうか。はい、じゃあ問題こちら。何時の持つ珠玉の品々を納めし、純白の袋を求めるか。何時の持つ珠玉の品々を納めし、純白の袋を求めるか、うんうん、珠玉の品々を納めし、純白の袋パンツですかやっぱ白ですか。純白といえばパンやっぱ白なんですかね、うん、パンティーですかね。お、あ、でも袋ではないですなんかポカンとしてるのゆきちゃんが、うんうんうん、袋ですよ、まあ、袋ね、うん、袋にふるさと納税、はい、お、なんか珠玉の品々、純白の袋って何、物理、
物理ですか？物理物理、うん、でも、うん、これもう結構、うん、結構単純かもしれない。単純難しく考えなくていいかもしれない。白い袋の中の珠玉の品々、うん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 、うん、あ、行ってみようか、思いついたら人から行きましょう。とりあえず、はい、はい、よし、ゆきちゃん、うん、サンタクロースの袋をプレゼント。あ、え、違うの？なんか謝られたんですけど、なんか差し込みのタイミングがね、本当に違えっていう。違うこと、違います。え、全然遠いですか？違います。時期のものではない。あ、そうなの？ものではない。そうそうそう、イベントごとのものではない、日常です。え、私持ってますか？うーん、も、まあ、持ってるっていうか、うん、え、うん、私は、うんうんうん、あの常に持ってるので、あれですけど、今日も持ってますか？持ってます。あ、今日も持ってる。はい、自分で持ってます。あんまり性別とか年齢とか関係なく、全然関係ない。え、関係ないの？全然もう持ってますか？日常です。持ってるの？あ、持ってる派？自分で持ってる派ですか？あ、スタッフさんはね、私もね、実はね、自分で持ってるんです。私持ってますか？わかんない、知らない。そこまでは知らない。絶対じゃないんだ。そう、やばいやばいやばい、日常です。日常、珠玉の品々、品々、そうだね、珠玉なんだよ。え、もう結構ね、その、うん、純白の袋って時点で結構もう、うん、ヒントがもう純白。え、これ白じゃないパティンはあるんですか？パティンあるけど、でもほぼほぼ白、うん、なんでおパンティーみたいな。いやいやいや、おパンティーパティーンじゃねえ。で、今日も持ってる。私は今日も持ってる。え、これ中見たら入ってる？入ってるの。えぇ、この私のカバンの中に入ってるんです、うん。はい、はい、ゆきちゃん、お財布。え、違うか。白く、ブブブ、主力の品々。うわ、ん、これはブワー、タイムー、なんだかなんだかタイムだこれ。ということで、うん、はい、正解をいきましょう、うんうん、はい、レジ袋はいりますか？で、私実はレジ袋を毎回三角に畳んで持ってるんです。あ、はい、はい、ということで、わ、レジ袋こちら白だ。そういうことか。なんか難しく考えちゃダメ、これ罠だから。罠だ、これ罠だ。珠玉の品々がマジで罠なんだけど。そう、自分が買ったね、うん、ものをね。なるほど、好きなものを、ね、お求めのものをみたいなっていうのがね、そういう感じ。なるほど。でもなんか答えを聞いてすごいしっくりはきたので、うんうんうん、だから難しく考えない、引っ張られない言葉にっていうね。はいはい、わ、はいはい、かりました。こういう感じですね。そう、 OK です、うんうん、2問目もそんな感じです。はい、わかりました。いきます。はい、んー、ではお題。美食の神の祝福があらんことを、く、草冠に明るさ倍増で、ズッキュン。え？あー、ちょっとでもごめん、ちょっとこれ難しいかも。ごめんごめん、草冠。これあ、あ、あ、え、はい、あ、そら、あ、なんか手を挙げたのはそらちゃん、早かった。はい、はい、オムライスにハートマークを書きますか？萌え萌えキュン。あ、ちょっと違う。めっちゃ近い。え、めっちゃ近い。これ正解したら怒られますか？どうだろう。ゆきちゃん、行ってみようか。はい、はい、オムライスにハートを書いて、うんうん、美味しくなーれ萌え萌えキュン。おー、なるほど。なるほど。バラエティー。これはいいですね。これいいね。草冠に明るさ倍増。うん、これわかりやすいよ。大ヒントでした。大ヒントだよ。え、レジ袋より、うん、全然わかりやすいよ。全然。おお、うん。辰巳が可愛かったです。うん、いや、というこの最初のうっていうのはなんかこう苦手なのかな、辰巳はこういうのやんで。あの、そう、ちょっと、うん、あのやっぱね、恥ずかしさ、恥ずかしさあり、なんかね。これなんかね、ちょっとそういうシチュエーションやっぱ恥ずかしいから、ね。なるほどね。ということでね、もう一回いける。お、お、どう、うん、すげえ2問目なんかすごい一瞬あれ難しいかなと思ったけど、はい、うん、いけましたね、うん。そんな感じじゃあ、うん、もう一問いける。あ、
いや、見ないように。スタジオになんか幽霊でもいいのかと思って。すごい、あらぬ方向を見ておりました。やべえ、なんかいいのかと。何もいません。何もいません。大丈夫です。はい、じゃあ行きましょう、第3問。チリアクタ、つどいしは三礼へと至る。ん？え、短い。チリアクタ、これはね、これちょっと難しいかもしれない。つどいしは三礼。はい、あ、なんだ、そらちゃん、これはもう超自信あります。お、もう当てに行きたいです。いいよ。はい、チリも積もれば山となる。お、うわーい。早い。お、さすが素質が。こんなところで発揮されている。これはいけますよ。まあ、ワードがね、はい、出てきたワードが ね組み合わせるとそういうことですね、はい。まあ、塵も積もれば山となるも、すでに中二病っぽい言葉じゃないですか、うん。まあ、そもそも塵とかね、とかね、そう、感じがね、ことわざ使うタイプの何々となるみたいな、ね、言い方の問題です。そうだよ。すごい、お、うん、ひらめきがなんか、はい、でもなんか、うん、わかんないけど、うん、そらちゃんが正解、ね、するたびに、うん、ゆきちゃんがなんか嬉しそうなのがよくわからない感じ。どういうことなの、感覚で。あ、わっ、通じ合ってるなーって気持ちが、通じ合ってると思いか。そんなあ、やばい、このチャレンジって、うん、ご褒美ないやつじゃん。そうだよ、めっちゃ頑張っちゃったわ。え、そのためにそう、もちろんご褒美は欲しいよね。欲しいよね、欲しいよね。ないやつだったわ。これはないコーナーです、うん、ということで。面白かったということで、以上、辰巳通訳チャレンジでした。榊原ゆいと北王子ゆきの戦国恋姫ラジオの陣。続いてお届けするコーナーはこちら、桃色よもやま話。戦国恋姫には桃色戦国という桃色成分がギューッと濃縮されたコスプレ堪能ショートストーリーが楽しめるスピンオフ作品があります。そこでこのコーナーではリスナーさんから、辰巳とアゲハだったら桃色戦国でどんなコスプレをしてほしいか募集をして、みんなで桃色な妄想トークを繰り広げます。うん、はい、最後の妄想です。最後の妄想です。はい、カズハどう、どうですか、ソラさんは。はい、まあ、ちょっと考えてみたんですけど、カズハ様には、まあ、位の高い方なので、はい、もう下々のものみたいなお衣装を着せてみたいですね。逆に、逆にね。なので、うん、まあ、ちょっと豊満なね、ちぐさが お持ちなので、うん、うん、赤ジャージを着せたいですね。あ、ジャージか、うん、でそのね、ジッパーをちょっとずつ下ろしていきたい。もちろん中は何も着ていずに、はい、裸ジャージですか。どちらでもいいですね。どちらでも中にももう一枚白い体操着着ててもいいですし、うん、まあ、その下にね、乳バンドをつけるかつけないかお好みかなって思います。まあ、お好みか。なるほどね。乳バンド、赤ジャージ、似合わなそうなところがいいかな。キャラじゃない感じのね、うん、ところがね、うんうん、私なんかこれやっぱりすごい髪長いじゃん、はい、うんうん、もうとにかく髪でブラと、うんうん、あ、髪の毛で、はいはいはい、あの、ね、おパンチを、おパンチをね、股間からこう後ろからね回してくる。運動神じゃん。前張りみたいな。なるほどね、隠して、ね、隠して、うん、面白いですよ、だいぶ。だってそれぐらい長いよ。長い、ね、それを安がいけるいけるできます。余るぐらいの、うん、もう髪の毛で着てほしい、うん、なるほどね、隠してほしい、なるほど。後ろから持ってくるって意味がある。なるほどね、すごい喜びそうですけどね、本人はね、本人はね、うん、危機としてやってくれそうなタイプの方ではありますね。そこでもう三千世界を見せてほしい。三千世界。何の話やねん。はい、おっさんやな、ただの。じゃあね、行きましょう、紹介行きましょう、行きましょう。ラジオネームギガスさんからいただきました、うん、はい、辰巳とアゲハ2人ともに猫耳肉球をつけてもらって、うん、一日中縁側でモフモフしてじゃれていたい。あー、あー、でもなるほど、うん、それでも想像できるな、うんうん、縁側で、うんうん、すごいニャー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 ね、
大文字に太文字できました。いいね、なるほど。本当だ。なんかどうやって書いたらこうなるの？気持ちが強いんですね。これできる、うん、で自分でやりましたと。スタッフさんがこれ強い意志を感じますね。うん、なんかスタッフさんの、うん、うう好みですかこれ？あ、お好みでした。ああでっかくしたんですね、飲みやすいようにね、優しさでした、すいませんね、お好みですこれに賛同したわけじゃないですね、僕の壁はここですみたいな、あの意思表示かと思いました違った違った、日向ぼっことかしてそうだもんね、うん、してそうですね、なんかね、できる、平和の時にね、うんうん、確かに確かに、うん、肉球か可愛いも、あの妄想というか、うん、コスプレですね。ね、うん、かわいい。なんか桃色成分はね、ちょっと控えめな感じ、ね、控えめですね。あ、うん、ね、うん、はい。え、なに違う、やっぱ桃色成分を引き出せると。え？うん。桃色成分って何ですか、うん、何を言ってんの、おい、おい、12回もやってんだ今更か、おいってタイトルコールまでしといて今更、おいって、まあ、じゃあ肉球部分が桃色ってことで、可愛いから、あ、なるほど、可愛 いからいい、ね、桃色でいいんじゃないかな、急にバカになってどうした確かに急にバカ、IQ が、ね、どうしたの、急だな、うん、じゃあ次いきますか、はい、やめて急にバカになるのなんか、ラジオネーム静岡おでんさんからいただきました、はい、早速ですが、うん、辰巳もアゲハもベビードールを着てほしいです、可愛い見た目が最高に似合うと思います、そしてスケスケも、うん、下着はつけずにベビードールを着てもらえば、うん、破壊力倍増で最高だと思います、スケスケ、あ、え、書いてあるの、書いてある、私の意思じゃないです、いや代弁したものだったからアドリブで言ったのかな、そこまで言っちゃったかなって、ね、そこまで面白くなってない書いてあったのね、うん、忠実に言うんだよね、うん、はい、え、でもベビードールを下着をつけずに、うんうん、え、ベビードール、ベビードールがちゃんと想像つくかだよね、ベビードールって、あのね、うん、ネグリジェじゃないけどネグリジェみたいな感じの、そのなんかこうひらーっとした、ひらーっとしたやつですよね、でもベビードールほとんどスケスケかもしれない、ジャンル的には、あ、そうなんだ、でもなんか、なんかオーソドックスっていうか、まあ、うん、ベビードールといえばみたいな、うん、え、じゃあ下着つけなかったら見えちゃうんじゃないですか、スケスケですよ、見えてる、あ、あ、それがいいんだ、いや、それがいいだろう、ちょっと引かないでくれる、ね、人の投稿のさ募集しといてさ、募集しといて勝手に晒して引かないでくれる、引いてないですひどいよひどいプレイだ下着つけててもいいんじゃないか、まあそうだね、どっちでもね、つけてるのはつけてるので、その下着が透けるのも、うん、まあなんかあの趣がありますね、糸おかしで、ね、そうね、糸、うんうん、おかしですね、糸おかしですよ、うん、どっちでもいい、カザハ様大変じゃないですか、いやもう、うん、お胸が大きいからベビードール丈がさ、うん、そうだね、胸でこう胸で胸が上がっちゃ う, ちゃう、高さで持っていかれてね、丈、うんうん、がね短くなっちゃいますね、うん、大変ですね、短くなっちゃったら、うん、まあ、それもまたしかり、うん、そうね、趣がありますね、趣がある、でもベビードール絶対着なくねえか、ね、普段としてベビードールってどういうところになんかこう流通してるんですかね、流通品というか、だって、うん、じゃあ我らも一応、うん、なんかこう、まあ、女性ではないですか、うんうんうん、かつて、うん、ベビードールというアイテムを手にして、うん、なんなら装備したことありますか、うん、ないよね、ないな、でもどこかにはあるわけじゃん、うん、でも売ってはいます、売ってはいるけど、ね、可愛いなと思って、はい、まあ、ちなみに私は買ったことはあるのね、うん、ベビードールらしき何かを、はいはい、だけどこれいつ装備すればいいのか分からず、うん、あのどうなんまだタグを切ってない状態、嘘でしょ嘘でしょ、何年ものそれ、もう10年ぐらいあるよねあいつ、可愛、うん、いなとか、うん、なんか女子っぽいからさ可愛、うん、いなとかってものとしてはね、うん、買うかもしれないけど、うん、じゃあこれいつ着んねんみたいなそうそうそう、寝ようって思った時に、うん、パジャマはさっと、まあ、なんならさ T シャツ、うん、なんかとかね、短パンジャージみたいな感じだけど、うん、そのな T シャツ短パンの女子がさ、うん、いつベビードール着ようってなるんだ、そうだね、一人で、うん、ね、もし一人暮らしで寝ようってなってもさ、うん、ベビードール着てね
ってこれなん、なんやねんってなるね。自分で何の勝負やねんってしかも多分寝てるとさ、うん、なんかキャビみたいなやつだよね、うん、あそうそうそう、ぐるんぐるんになってたらこのお腹の周りにすごい現実的ではないそうだから、うん、これはもうね、うん、あの殿方に、うん、やっぱ楽しんでもらうためが一番もしかしたらね、そういうための装備だったんですね、大サービスなのかもしれない、あなるほど、うん、そういうのを着て、うん、普通に服を着て、うん、仕事に行って、うん、楽しむみたいな、うん、仕事って楽しむかなみたいな、仕事っていうかインナーにはならないかな、それは長いんじゃない、長い、ね、長いし、うん、なんか多分レースとか、ね、うん、リボンとか多分、ね、ふわっとしてるじゃん、まあ、T シャツとかに着ちゃったらさ、ちょっとこの辺にモコモコしちゃうんじゃない、うん、あ、うん、あのわかります、あの、うん、なんかめっちゃ可愛いけど、うんうん、な、あの、ありますよね、ある、なんて言うか今分かんなかったんですけど、かわいい、かわいいって思ったやつでも、うん、あの、めちゃくちゃ響くやつがあるから、外に響くやつね、外に響く、あ、でもこういうこと言ってる時点で、なんか、いやもうそうなんだ、からなかなか着れない、あの、大サービス、そうか、だから、やっぱね、その、うん、この人だなって思う時にもしかしたら女子としては勝負するアイテムなのかもしれないから、あまり見られませんというね、だからレアだからいいんだよ、ね、あ、うん、自分だけ、うん、あれよ、うん、SSR のパジャマ、 SSR のアイテムね、アイテム SSR だね、そうそうそう、そういう感じでございます、いいのこれで、ね、これでいいんですか、 OK って言って最初までなんですよ、 OK って言われちゃったけど、 OK って言ってじゃあよかったです、うちらにはその女子力はないです、よかった、これまでたくさんの桃色妄想メール本当にありがとうございました。以上、桃色よもやま話でした。榊原ゆいと北王子ゆきの戦国恋姫ラジオの陣、ここでベースソンからのお知らせです。戦国恋姫最新シリーズ戦国恋姫ブレイブ1が好評発売中です。長宗我部渚、元親をはじめとする新キャラたち、そして辰巳アゲハ、今までのシリーズに登場したヒロインたちも大活躍する熱い物語です。ぜひお楽しみください。戦国恋姫 EX 3部作が一つになったスイッチ専用ソフト戦国恋姫 EX コレクションがご予約受付中です。原作スタッフによる書き下ろし CG も含めた大ボリュームの作品ですので、ぜひお楽しみに。完全生産限定版にはこのラジオの特別編戦国恋姫ラジオの陣 EX が特典としてついてきます。ニコ役の柳ひとみさん、松野役の風音様をゲストにお迎えして特別編でしか聞けないコーナー満載の内容です。詳しくはエンターグラム様の公式サイトをチェックしてみてください。そして戦国恋姫 X からの正統続編が戦国恋姫オンライン応援紳士として好評配信中。 DMM ゲームズ、ファンザゲームズ、アップストア、Google プレイでプレイ可能となっております。現在イベント絵画コンクルススは爆発だが開催されております。報酬は梅、前半のピックアップガチャからはシノガ、後半のピックアップガチャからは雫が登場していますので、ぜひチェックしてみてください。芸術をたしなむ彼女たちと秋を感じてみてください。詳細の情報などは公式 X やゲーム内のお知らせをご確認ください。ということで、はい、イラスト来てます。かわいい、かわいいね、秋やの、うん、ねえ、うん、このでかい筆は、ね、筆いいね、かわいい、うん、かわいい、でかっ、うん、絵を描いております。うまいですね、本当、うんうん、だね、めっちゃうまい、めっちゃうまいです、すごい特技がこんなところに、ね、うん、いいです、紅葉です、なんかしずくちゃん、うん、なんかザ秋服みたいな感じで、うん、いいですよね、好みですか、この服、うんうん、めっちゃ好みです、うんうん、この服本当に年に数日しか着れない服じゃないですか、うん、確かに年に数日しか着れなくないですか、まあ、確かに確かに、うん、か秋という季節がなくなっているから、うんうん、とっても可愛い、うん、私はしのちゃんのこうタイツがいいです。ああチェックタイツね、秋っぽくない、秋っぽい、ね、これチェックはいいよね、ね、ですね、抑えてますねこれね、いいね、はいはい、うん、素敵です、うんうん、はい、
毎週金曜21時より公式情報番組センピーチャンネル R がニコニコ動画と YouTube にて配信中です。番組ではネクストンの開発スタッフたちがベースソンを含めたネクストン作品の最新情報をお届けしています。過去の放送は YouTube のアーカイブよりご視聴いただけますので、ぜひお気軽にご覧ください。そして戦国コーヒーラジオの陣ボリューム2の発売が決定しました、第7回から今回の12回目までを収録しております。各回のアフタートークをはじめ、ゲストに遥か空さんをお迎えした特別コーナー周りの満載の CD です。なんと本日から公式通販や各店舗様にて予約受付も開始されましたので、ぜひ予約お願いします。これ、面白いコーナー入ってます。アゲハがカズハ様と折檻ゲームします。折檻ゲーム、意味わかんないゲームやってます。なんだ折檻ゲームって。お楽しみに、お楽しみに、はい、見てください。そしてさらに CD ジャケットイラストの恥じらい差分を使用したタペストリーの発売も決定しました。辰巳とアゲハがそれぞれ A1 のビッグサイズでタペストリー化されています。販売は冬コミのネクストンブース当選すれば および各店舗様で発売を予定です。続報は戦国恋姫の公式 X で告知されますので、お楽しみにということで、はい、恥じらい差分です。これすごいね。これはけしからんですよ。これはけしからん差分ですね。なんで下げちゃったの2人とも。もっとやれ。なんかこれ地味にジャケットイラストも初出し、な気が、ね、うん、そうね、確かに、ボリューム2のね、ジャケットはアゲハということでね、もちろんね、これラジオの桃色よもやま話の願いが叶った姿な、うん、マイクロか、ですね、気がします、うん、これマイクロ、うん、これマイクロですよね、マイクロだね、うん、ちっちゃいですよね、うん、局部、うん、局部布が少ない少ない ね、 ね、でも差がいいよね、こちょっと健康的な、うん、はい、辰巳の肌の感じと、うん、こうやっぱ白い少し透けた感じのアゲハのどっちもいいね。どっちもいいですね、うん、どっちも楽しんでくださいよ、うん、みんなの家の壁のスペースが心配です。そうだね、開けといてね、開けといてね、お願いします。はい、というわけで以上ベースソンからのお知らせでした。お送りしてきました榊原優衣と北尾由紀の戦国恋姫ラジオの陣、エンディングの時間となりました。この番組のハッシュタグは戦恋ラジオです。番組の感想を X でポストするときはハッシュタグ漢字で千恋、カタカナでラジオ、ハッシュタグ千恋ラジオを使ってください。そっか、もう投稿募集のお知らせがないんだね。ない、ね、ないけど感想はいっぱいポストしてくれたら次につながるかもしれないので、ね、あと私たちが嬉しいので、うんうん、いっぱい見てますよ、ポストしてください、うん、はい、お願いします。お願いします。はい、そして、私榊原優衣が歌うですね、戦国恋姫 EX シリーズの主題歌飛龍城雲榊原優衣バージョンが各音楽配信サイトさんで好評発売中でございます。ぜひぜひ、この間、うん、あのバースデーライブで、はい、生バンドで歌ってゆきちゃん見に来てくれて、はい、ね、すごい最高でした、本当に、いや、バンド映えする曲なのでかっこよかったです、うん、あの後ろで私のバンドメンバーが、うん、はい、あの、うん、青のキラキラの竜を持ってたと思うんですけど、いましたね、手作りの、うんうん、あれ私が作りましたか、あ、すごい、すごい、ね、モールで、あのキラキラモールで、何でもできるんだね、ゆいすごい竜が出てきたんですよ、ライブ中に青い竜を、はい、すごい、手作り感満載の青い竜ってことで ね、 またなんか歌う機会があればいいなと思いますが、うんうん、はい、ぜひぜひリリース中ですのでぜひゲットしてください、うんうん、そしてここでプレゼントのお知らせです。今回の配信を記念して、なんとはるかそらさんの直筆サイン色紙を1名様にプレゼントします。応募方法は戦国恋姫公式 X をフォローしてキャンペーンポストをリポストして応募ください。ご応募受付は10月25日から11月1日の17時までの1週間です。どしどしご応募ください。はい、ということで、うん、戦国ラジオ第12回の最終回、ゲストそらちゃんでございましたということで、はい、わちゃわちゃになりましたね。ありがとうございました、はい、言い方まあここでちょっとお二人に、うん、ネクストンさんから、うん、なに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 、最終回ということで、あら、なんか立ち上がった、はい、スタッフさんが立ち上がった皆さん見てきたカモンでございます。なにわー、なんか出てきた
嘘ー。お疲れ様でした、1年間。いやー、何が出てきました？ケーキが。わー、知らなかった、知らなかった、お疲れ様ケーキが。お疲れケーキ、いつ差し込んだんですか？いつ差し込んだ？言い方いつ差し込んだんだ？知らなかった気づかなかった気づかなかった、美味しそうなベリーの本当だ、生クリームのケーキが、ありがとう、すごい先行エラジオお疲れ様でしたって書いてくれてる、メッセージも書いてある、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しいね、後で皆さんでいただきましょう、いただきましょう、みんなで分けましょう、はい、うん、嬉しい、ね、どうですか、12回という、1年間12回、うん、ゆきちゃんどうだった、うん、どうしたどうした、泣くの全然泣かないです、泣かないです泣かないですよ、あれ、うん、泣かないんですけど、うん、なんか個人的にもすごい変化のある1年だったんですよ、うん、なんか本当に最初の頃は本当にめちゃくちゃ人生相談とかしてたんです、うん、裏でどうやったら生きていけますかねみたいなそこまで深いとこだったっけでも、うん、今日もすごい楽しかったですし、毎回毎回ゲストさんが来ても全然違う空気になって、うん、本当に毎回毎月楽しみで、うんうん、皆さんメールもたくさん送ってくれるし、うん、本当に今このタイミングでこうやってお話ができる機会もらえて本当に良かったなってすごく思ってます、うんうん、泣くの泣かないです泣かなかったなんか泣くかもってちょっと思ってたんですけど、うん、でも、うん、もう泣かない、もったいない、もったいないじゃないな、違うな、言葉が違うんだ違うんだ、なんかきっとここで終わりじゃないなって思うから、うん、全然泣かないです、きっとまた、うん、そうね、作品はね続いていずっと、うん、10年続いてるから、ね、多分20年、ね、30年と続いていくと思うので、その時に、うん、私たちじゃなかったら悲しいから、悲しいそこはお願いしますねお願いしますしたいので、なんかこう、うんうん、ちゃんとその時にも、うん、こう胸張ってこれるように頑張っていきたいなって思ってます、うん、今胸張ったね、胸張りました楽しく生きていきたいです、うん、ユニアはどうですか？いや、私はやっぱりメーカーさんの、うん、そのゲームの、うん、をこう記念、10周年の記念でラジオ任されるっていう、うん、パーソナリティに選ばれたっていうのは、うん、めちゃくちゃ本当純粋に嬉しくて、うんうん、でそれも10周年なわけで、周年のラジオで盛り上げていこうっていう、うん、やっぱそういうところ任せていただいたのは、うんうん、すごく嬉しいことだったなと思って、うん、やっぱ長年ね業界でやってきてるからこそ、うん、やっぱそういう作品に対する、うん、そのメーカーさんの意気込みだったりとか、うんうん、こんだけ長くついてるから余計にやっぱり思い入れもね、メーカーさん自体ももちろん強いし、うん、ファンの方も強いところで、うんうん、でそれを盛り上げようっていうラジオが、うん、ね1年でもできたことは、うん、なんか良かったことだなってすごく思うし、うん、そうそうそう、あとやっぱねゲストさん来てくれて、はい、久々な人とかなかなか会えない人とうん、うん、そう久々にね、久々に会うから LINE 交換してないのよ、うん、あ、 LINE っ LINE っていう時代じゃないのよだから、うん、やっぱ見てみると、いやしてないねってなって、うん、LINE 交換ね、うん、して、うん、LINE という時代がない時に、うん、会ったりとか人とかも会ってたから、うん、そういう意味ではまた交流もできるし、うん、なんか人と人とのつながりもまたそこでプラスで生まれるから、うん、なんかね、こう戦国恋姫を通して、うん、やっぱりその武将たちのつながりとかじゃないけど、はい、うんうん、私たちキャストもそうだし、スタッフさんとかもそうだし、うん、人とのつながりってやっぱ大事だなと思って、本当ですね、うん、ラジオをこうね、うん、1年やってきましたが、うんうん、まあ何よりゆきちゃんと、はい、私はね、うん、こんな初めましてから仲良くなって、うん、はい、ねえ楽しくゆきちゃんの成長を見守りながら、うんなんかこれ、ね、話聞いてるとちょっと泣きそうになりますね、うん、やばいですもうなんか感謝の気持ちが溢れます、いやだからこんなねもうね何年ももう何十年もやっちゃってる私と、うん、ね、こうちょっと初々しさあるね、うん、ゆきちゃんとこの組み合わせ大丈夫なのかって最初思ってたけど、うん、いい相乗効果で ね、うん、そうだよね、いいこう化学反応でこのラジオができたんじゃないかなと、うん、あと、うん、もうラストに、うん、メーカーさんが、うん、もうめちゃくちゃ
このラジオを笑って楽しんで何回も聞いてくれてるっていうことを聞いて、まずはそこをね、メーカーさんが楽しく笑って聞いてくれるラジオに仕上がってったっていうのが、うん、私は一つ安心して、うん、そこから先のユーザーさんもきっと喜んでくれるんだろうなって思いながら、うん、ラジオ作ってましたけど、うん、復活願います。願います。願いましょう。お願いします。ね、純粋は来てくださいね。ぜひぜひ、うん、また遊びに来させてください。またね、何度でも、うん、何度でも何度でも蘇るぞ。蘇るぞ。はい、ね、改めて、うん、そらちゃんもね、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。まあまあでも、うん、特典の方は ね、 そうですね、ボリューム2の方ね、はい、CG の方ね、まあそうですよね、ありますから、ありますから、皆さん CD の方もお楽しみください、楽しみにしていてください、はい、そしてアーカイブ残ってるので、うん、ね、いつでも聞けるし、うん、CD 買ったらもちろんいつでも聞けるし、うん、特典も聞けるし、皆さん楽しんでください、うん、はい、はい、そんな感じでしょうかね。はい、はい、うん、じゃあ今後もね、うん、戦国恋姫シリーズ応援してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではここでお別れです。お相手は榊原ゆいと北大路ゆきと、ゲストの遥空でした。バイバーイ。